ではめっちゃ優しい義理の兄なのに、夜な夜なめっちゃしにくる。汗ばむ体。鉢合わせ。鉢合わせ。次、俺参加させてもらっていいですか？入りたい入りたい、わかるよ。すげえやってことだった。テーマはなんだ？散々 AV を見てきた上京したての大学1年生、一人暮らしでもういつでも見れる状態、やっとなった時にでもグッとくるようなやつ。今までは隠れてこっそりイヤホンでみたいな、はい、大音量で大音量で大音量でね、オッケー、よし、やばい、これずっとできるな、楽しい。これいいじゃんね、やりなよ、いろんな女優さんで性癖出るよ。確かに。よし、じゃあ行きますよ。はい、はい、高ぶって何しているの？爪の何これ、爪の跡、爪の跡、あ あちょっと背中とか書かれちゃってる。ああ、嬉しいんだ。情熱セックス的なやつですかね。これ誰ですか？これ私。なるほどなるほど。バイト先が一緒のお姉さんと深夜残ることになって二人きりで、はいはい、ついついそんな感じになって、年下の男の子ががむしゃらやってたら、うん、もう何してんの、爪の跡ついちゃったじゃん、かわいい。いいですね。なるほど。これも言いながら見たいもん。すごく見たいもん。次いきます。早くして、可愛い顔して、南京錠。おー、当てられるな。これ私ですね。年下の男の子を想定して低層帯つけられた。なるほど、いや、そうですね。これ可愛い男の子に低層帯をつける、モテ遊ぶお姉さんの話ですね。なるほど。いいですよね。可愛い顔してと早くして、やばいですよね。もう同じですね、ほぼ。確かに、まあまあまあ、ほぼいよいよ一人でバーって会話できるってなったら、そういうのみたいになるんでしょ。やばめだね。丸裸、あらぬ姿でダメよダメ。綺麗だよ、綺麗綺麗。なるほどね。これはもう、会った瞬間すぐ脱いでバーってやる。あ、外国の映画みたいなやつですね。あ、これもいいね。確かに、でも、面白いの好きって言ったじゃないですか、うん、変なのが好き、うん、ちょっとダメよダメよ後ろに持ってくるのってちょっと変じゃないですか。確かに、普通は逆だよね。ダメよダメ、あらぬ姿で、まだまだね。おもろいね。統治法にしてくれた。すごいな。いいですね、いいです、とってもいいですね。これまた名作ぞ。うん、じゃん、それが愛、口に含んで、お父様。急にマドンナ。これはですね、近親相的なノリなんですけど、うん、お父様が下、娘さんが上、うん、唾を垂らしてると。あー、エロいっすね。はい、私のことを愛してるよっていつも言うんだったら、それこれも口に含んでくれるよね、お父さん。なんかあれですよね、結婚して嫁いだけどお父さんの方が好きになっちゃったパターン。あー、そうですそうです、はい、いいね、いいね、はい、これ全部いいよ。4本1回借りてもいいですか？こうしてみたら6本までもしかしたら。うわ、これは悩ましい。これ悩ましいよ。もうあとはだって自分の性域になっちゃうもんね。そうですね、周りを気にせずに大音量出せるっていうのも、そうですね、うんうんうん、やっぱこのテーマにあったものですからね、皆さん。あ、そうか、そう、うわ、そうだね、大音量だったらこれかなって思っちゃうな。せーの、お、これが3票、丸裸、丸裸、うんうんうん、これ2票、それ1票じゃないですか。1票、ミッチどうや、丸裸、丸裸、これが3票、2票を2票を1票。あ、やっぱこれ、そうなんだ。この辺ってワンチャンイヤホンの方が燃える気がする。あー、なるほど、うん、大音量ってなったらこれじゃね。そうダメだね、激しそうですもんね。3票だもんね、やっぱこれだよね。すごい。次、一旦最後にします。これもらっちゃわないんで。いや、これいいね。
テーマなんですけど、はい、結婚して7年、子供生まれたて、自分の嫁とも最近全くしてない、はいはいはい、子供ばかりで構ってももらえない中で見る深夜のイヤホン付きのテーブル。何見るんだろう。セックスレスか。でもさ、どうなんだろうね。7年もう結婚してるわけじゃん、はいはいはい、で子供が生まれてセックスレスなわけじゃん、はいはいはい、奥さんを抱きたいという気持ちはあるのかっていうところ。あ、それかもう他の女の人で抜きたいのか、ま、そうですね、まさに僕ですけど今抽象的だと思う、ね、そうですね。浮気をしたいわけじゃなくても他の人で抜きたいみたいな。抜きたいか、絶対男の人それでしょ。そうですね、失礼しちゃうよね。いやいやいや、でも現実はちゃんと幸せなんだもん、ね、もちろんそうですよ。みんなそういうもんね。奥さんのことは愛しているけどセックスはもうできないみたいなね。そういうのもありますね。それに私は基づいてます。おー、行きますよ。行きましょう。ストン。おかみさん。おかみさん。やめてください。罪の味。あれかな、旅行行ったんですかね。旅館で働いてる男の子が。そっち系？これ誰ですか？僕です、はい、現実はすごく満たされてるんだけど、うんうん、自分の性の吐け口がこの夜な夜なっていうところが、うんうん、背徳感を得たい、とにかく、うん、ってなった時に没入感を僕は求めたいと思いました、うん、風呂洗いしてたら急におかみさんがガバーッと来てやめてくださいって言ってみたいな。こっちでこっちでそれでやってるから。やめてくださいまずいです。伊田さんにバレちゃいます。なんで岡井さん伊田さんとやっぱ夫婦なのかな。次行きます行きます。人知れず鏡に映る薬指。うわー。エモ。ちょっとエモいな。これはエモいわ。エモい。これ私ですね。あ、だからすごい不倫っていうか浮気願望を本当にやったら奥さんにバレたことね、本当確かに殺されちゃうから。確かに。だからそういうエモいやつを見てるみたいな。あ、すごいな。だからこれラブホかなんかなんでしょうね。そうでしょうね。鏡に映るからホテルでのジョージでございます。いやすごいな。いいでしょ。次いきましょう。罵倒され汗ばむ体恥さらし。うわ、誰誰誰誰、みんなどっちが罵倒されてんの。罵倒される側。なるほどなるほど。ちょっと刺激を込めてね。その姿はもう恥さらし。うわ、奥さんにはできないねこれ。起承転結も完璧だな。完璧。これ奥さんにはしてもらえないことを、欲望をってことだよね。セックスレスになってる人に対して自分の性癖はもう絶対にぶつけられないもんね。やるかやらないかしかもうテーマはないもんね。欲望の塊ですよね。え、これも一緒よほぼ。欲望と欲望よ。いいね、いきます。好きすぎてあなたは私のバラの花って言ってることで。え、どういうこと。これ私なんですけど、セックスレスってラインもちょっとかけ離れてる男なので、うん、でバラには愛の花言葉もありますと、うん、でもう好きすぎてもうあなたはもう愛してます、好きすぎます。ふわっとしてんな。だってさ、奥さんと愛情あるんだよね。だって愛情ある、愛情ある、幸せではあるんだ。なるほどなるほど。結婚していらっしゃらない。いらっしゃらない。経験なさそう。これはないな。俺も決まりましたね。もうこの2つだな。多分さ、私もこの気持ち分かってないな、結婚してる人の。逆にでもこれなんですよ、俺は。いや、俺もでしょ。俺もで、ここ既婚者で同じシチュエーションなんですよ。うんうん、そこまで行き切らなくて綺麗めなところの背徳感ちょい欲しいみたいな。欲しい。なんでなんだよ。なんでなんだよ。え、これなの？そう。私奥さんのことは好きだから浮気願望よりもこっちかなと思っちゃった。こっちなんだ。こっちの綺麗さで悪いと分かっててもちょっと許されるよね、このタイトルならみたいな。そうそうそう。しかもこれはもう本当にホテル集合ホテル解散。そう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 。これは
すごいよね。これはすごい。これ名作出たなと思ったもん。マジ？出た出た出た。そうだからデートとかねするようになったらね本当にね不倫じゃん。そうですそうです。だけどホテル集合ホテル解散なら浮気でしょ。そうぐらいのね軽い感じ。浮ついてる気持ちです。そう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 。好きとかじゃなくてね毎回違う人でもいいわけだねこれ。そうそうそうですね。これなんだ。僕はそれでした。僕はそれそれテーマです。やっぱそうだよ。これなんだ。罵倒されとおかみさんの方も見たいんですけどね。わかる。あそうなんだ。わかんないもんだね。美香子さんでもこれだった。人知れずこれ。これだった。すごい想像しやすい、うん、なるほど満場一致、これ個室見ておいてもこれだけは借りないもん